それではまず会社名お名前からお願いします。株式会社はやぶさの押山と申します。よろしくお願いいたします。はい、それではこちらのブース取り扱っているものを教えてください。はい、こちらのブースおすすめの商品がですね、こちらのイタリアで、製造されております、あの弊社が国内の代理店をやっておりますトレポンティという、あのワンちゃん用のハーネスになります。なんかずらっといっぱいあるんですけど、ちょっと分かりやすいとこ何点か教えてもらえるとお願いします。はい、まあ、ご覧の通り、あの非常に種類が多いので、はい、今回はちょっと基本的な、商品の方を、ご説明させていただければと思います。で、はい、リベルタシリーズ、ちょうどこちらに並んでいるタイプなんですけれども、はい、上部があのストラップのタイプになっております。で、今ちょっとあのこちらのワンちゃん用の、模型を使って、実践してみたいと思います。ちょうどですね、あのワンちゃんの首を、先にこう通していただいて、はい、前の足を先に、通していただきます、あとは背中側で、ストラップを締めていただくだけになります。ワンタッチであの非常に、簡単に取り付けができます。はい、あと長さの調節も容易でございますので、まあ、例えばお洋服の上であったりとかからも、調節が、非常にしやすい商品になっております。なるほど。こちらのは違うんですか？はい、もう一品こちらの方がですね、フィビアと呼ばれる商品群になっておりまして、まあ、上がのバックルになっております、ストラップがついていない分ですね、取り付けがより簡単なんですけれども、上でこうストラップで留めていただいて、止めてこちらに、リードを取り付けていただくような、システムになっております。まあ、お好みに応じて、また使用シーンに応じてこう使い分けていただくような形になっているんですけれども、あとは、下のタイプの柄であったり素材であったりというのが、まあ、非常にこうメッシュであったり、あの柄の違いであったりというのを多数取り揃えておりますので、まあ、お好みに合ったものを、お選びいただければと思います。なるほど。まあ、サイズのあとは違いもあるって感じですよ ね。はい、サイズの違いも、多数ご用意しております。であとはちょっとあの大型犬用ってなるとちょっとこう形が変わってくるので、まあそれもちょっとあの犬種に合わせてこう選びいただけるような、はい、形になっておりますので、このトレポンティというブランドをぜひよろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございます。ありがとうございます。